はい、どうも、神谷ゲームズ、神谷です。今回もアサシンクリードバルハラ、続きやっていきたいと思います。アイバーに追従。お前ら、今まで俺に続け、やるべきことはやるぞ。そこで話している。アイバーは馬に乗ったが、エイボルはハッピーに乗る。同じ馬には乗りません。予想しとくべきだった。一番弱い奴が狙われるのは当たり前だ。ロドリの弟を殺して傷を開いたのはあんだろ。血を流さずに得られるものなど何もない。クワッドフォードでその顔の傷はロドリから受けたと言ってたな。聞くに値する話か。自慢にはならんが忘れられない話だ。数年前、俺たちは西の島から戻る途中だった。その島にはできる奴らがいて、痛い目食らった俺はそれはもうあれにあれだ。何よりも血と銀が欲しくてたまらなく何よりも血と銀が欲しくてたまらなくなった。カムリの騎士に沿って後悔してるうちに霧に包まれてた。で、なんとか上陸できそうな場所に俺たちは船を陸に上げた。おっと、三日間に当たってしまったが、丘の上から怒号が聞こえてきた。持ち直した。忌まわしいブリトン人の名。少し霧が晴れ、すごい邪魔してくるな。奴らが並んでるのが見えた。一番でかい奴が声を上げた。我はロドリ、この地の王だ。だからなんだと俺は叫び返した。それから仲間に合図を送り、斧を振り上げ、奴らめがけて一斉に突撃した。数ではこっちが勝ってたが、奴らのがずる賢かった。そこは沼地だったんだ。泥に絡め取られ、俺たちは動けなくなった。一人また一人と仲間たちはロドリの手にかかっていった。奴は最後に俺を捕まえると頬に刃を押し当て、この傷を刻んだ。そしてこう言った。この地を去り、お前の民に警告しろ。この傷はロドリ王につけられたのだ。クソくらえと俺は言って言った。ロドリは笑って、汗だくのナメクジ野郎は壁のすぐ向こうだ。何が竜以外には負けんだ、あの野郎。ふざけやがって。いるしろ。だったら竜に合わせてやる。あんたの戦士たちに伝えてくれ。ここに陣を張り、奇襲のための計画を練る。さあ、夜が明けた。用意が早いな。アイバーの戦士たちは復讐に飢えてる。その前に何か会話できるマークがある。あんたのおかげで助かった。必ず力になる。お前に檻から出してもらってから、バリトン人に仕返しできる時をずっと待ってる。楽しみだ。バイルダレック。すごい勘だ。サラスト。エイボル、いつでも戦えるぞ。俺が遅れるのは連中の死体を漁ってる時だけだ。二度とやられるか。さあ、そしたらアイバーと話していく。この上にいる。いつでも行けるぞ。あんたの顔のそれは一体なんだ。ロドリをぶっ倒すために竜を呼び寄せた。さて、どうだ、狼傷。戦う準備はできたか。号令をかけろ。アイバー、始めるぞ。死ぬには最高の日だ。門の守りは硬そうだな。うちの奴らが荷車に油を積み込んでる。あの門をぶっ飛ばしてやろう。さあ、戦いの準備を始めていく。では演じやすいで士気を高めている様子。さあ、エイボルの瞑想も終わった。いざ出陣。画像発見。アイス工場。ここだ。さあ、ロドリオが出てきた。和兵が結ばれたというのに、なぜここに兵を率いて現れた。とぼけるな、クソ野郎。
チェオベルトを殺して和平を血で染めたのはお前だろう。訳のわからぬ言い訳はよせ、デンジ。お前が戦を仕掛けるならこちらは迎え撃つだけだ。俺の顔を見ろ、カラスの餌の王。お前を食い散らかす竜がここにいるぞ。くたびれ切った老いぼれが蛇の真似事をするとはな。話はもういい、アイバー。油の荷車と火の用意だ。ロドリを始末したら、奴のすねの脂肪を引きちぎってパンをあげるのに使ってやる。アウシトウと、さあこちらを強襲していく。さあまずは正面を突破、油の荷車をヤンマが防衛する。カラスに餌をやろう。これですね、距離がありそうだ。炎の雨が降り注いできた。なんとか回して前へ進んでいきたい。さあ残り 30m、 だいぶ近くなった。さあ、門が出っ張ったし、マグロの荷車に点火する。荷車に点火です。さあ、みんな離れろ。さあ、どうだ。さあ、続いて仲間を突破。これを叩き出して、もう一度出してる。さあ、突起の成功。そして、もう内側から開く。なかなか重たい。さあ、ようやく開く。ジャンプしてここまで来た。さあ連結も発見、あと片方。さあこれで羽根が使えるのか。これに進む。さあ扉を開けていきたい。こじ開ける。さあロドリオを発見した。何やらくつろいでいる。随分貧相な竜だ。さあアイバーが先制攻撃に出てきた。焼けてしまった。一体どうなる？おっと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 。なぜかアイバーは燃えてるのに発表が来て攻撃し始めた。熱くないんでしょうか？一息つかせろ。ちょっと答えた様子。
中間では大使登場。腐った老木は倒れた。まだ生きてるぞ。さあ、敵も味方も、ちょっと考えがあってな。傷ついたものだと覚えてるか。いるようだ。さあ、もはやただの哀れな肉塊だ。終わらせたい。とどめを刺して終わりにしたらどうだ。いや、まだやることがあるんだよ。俺の中では決まってるんだ。場所も方法もな。行くぞ。分かった。これは一緒に行くしかなさそうだ。さっさと終わらせよう。この手をお前の馬に乗せて出発だ。死なせないよう注意しろよ。さあ、そしたらロドリを連れてアイバーに追従。なんとエイボルが担がなければならない。ロドリって名前の腐った肉塊を忘れてるぞ。ずっしり来ています。どこへ向かうんだ。偵察した時に見つけた高台だ。死を迎える王にぴったりの場所だぞ。アイバー、偽物は必要ない。死なせてやれ。ダメだダメだ、こういうのは派手にやらないと。さあ、アイバーどんどん先に行ってしまう。また担ぐ。さあ、今回はこの馬を使用することにしましょう。さあ、ロドリを馬に乗せてエイブルも乗る。さあ、アイバーについていきましょう。どこに向かっているんだ。アイバーしかわからない。調子はどうだ王様。しっかりしろ。ちゃんと自分の運命を見届けないと。俺は王を殺してきた。エラ・オスバート・エドマンの、それにロドリが加わる。これほどの勝利を収めた奴がいるか。早く殺すがいい。悪いが、口を出す立場にないんだな。ああ、バルハラは壮観だろう。スキパースタナスという場所に到着。まだ息してるか。かろうじて。ロドリ、聞いてるか。俺はこの不名誉の傷を晒してきた。この情けをかけられたという証を、ヒゲや街灯で隠そうともした。だが、お前の名が広まるにつれ、これが勲章に思えてきた。王につけられた勲章にな。どう思うロドリ。なあ、でかい声で話しやがれ、このブタが。場所発見、マンストンロック。着いたぞ、やつを連れてこい。さあ、またしても担がなくてはいけない。なかなか大変だ。さあ、アイバーについていきましょう。走ってんだか。さあ、着いた。やつをそこに運べ。頂上だ。死なせるなよ。早く終わらせろ、アイバー。見ろ、この飢えた刃を。さらに竜のお出ましだ。こいつの大好物といえば血のわしだ。アイバー、本気か。血のわしの誕生は圧巻だぞ。ここからちょっとグロいシーンになるので、再びモザイクを入れます。肋骨をまんべんなく切って。あー、グロい。モザイクでもちょっと見えたような気が。さあ、ここで久しぶりのオーディンが出てきた。俺が北の民、イシエの英雄の真の後継者。アイバーの血のわしに本来の意味はない。ただ相手を苦しめるためだけにやってる。次に肉を引き剥がす。行いは意味を超えて生き続けるものだ。この男の死の理由は忘れられる。だが
はその死に様は時を超え歌われることとなるだろう。善悪を分かつ霧は時とともに濃くなっている。だが栄光は輝き続ける。ここに栄光は一つもない。生は醜い、死にまみれた闘争だ。愛を取り出して翼のように。これでマーシアのどこからも見える。もう十分だ。いや、まだだ。エイブル、俺たちの紡いできたサーガには壮大な結末が必要。さあ、なんかわけのわからないことを言い始めたアイバー。すでに終えただろ。一体どんなことなのでしょうか。ここに用はない。死ぬまで戦うんだ、俺とお前で。俺が勝てば俺は最強のバイキングになる。なんかこの展開は、お前が勝てばお前は武勇伝を手にする。二人が戦いそうな感じ。あんたは戦に酔ってる。ここまでだ。哀れなチオベルト。言ってしまおうとしたその瞬間、何、小僧に探検を突き刺した。アイバーが何かを話し始めた。バカな。小さな悲鳴だけを上げた。そして静かになった。あんたはどこまで。さあ、イボロ怒っている。わかるか。人は手を汚し試練に立ち向かい、時には友を裏切らねばならない。己が定めを果たすために。そして大殺しは永遠に語り継がれる。なぜ裏切った、チロベルトは。そうだ、息子のようなものだった。さあ戦えよ、狼傷。誉れある死をかけて。さあ、アイバーを始末。これぞ人生だよ。高みでの戦い。なかなかバルハラが待ってるぞ。トリッキーな動きをする。かわされる。動きがちょっと予測できない。回復アイテムを取り付け戦っていきたいところ。ちょっと危ない。かわしたい。強い。連続でダメージを受けてしまっている。さあ、今が悲劇。敵の隙がなかなかない。お前は小心者だ。俺がグリアットを刺したたじろいだよな。お前は予想外のことに落ち着く。やられっぱなしでやばい。聞きたいことがある。さあ、アイバーと会話。何か言え。出なきゃ下を切り落とす。お前の親父はバルハラにいるのか、狼。それとも臆病者としてヘルヘイムで氷の涙を流してるのか。ちょっとやられた。また騙された。あともうちょっと。よそ見すんな。もっとやられた。バイバーを倒した。旅の終わりだ。バルキリーが来た。
俺の斧だ、エイボル。斧を取ってくれ。さあ、アイバーは自分の斧を取ってくれとエイボルに言っているが、あんたには過ぎた名誉だが、オーディンが待ってるかもしれない。斧を取ってあげた。恥じぬ行いをしろ。聞こえる翼の音が。さあ、再びカウス登場。遺体はクワッドフォードに運べ。そこで最後の別れを。それと馬に知らせろ。弟が死んだと。再びクワッドフォード。オーラークと会話。彼がクワッドフォードのオーガンスにいるということで到着。ああ、エイバー。ウバもいる。またも暗い勝利の日になりました。司教、ウバ。まさかブリトン人の手にかかって死ぬとはな。最後の時にはさぞ悔しがったことだろう。この和平さえなければ。俺が殺した。お前が？和平が結ばれた後、アイバーはチオベルトを殺し、その罪をロドリになすりつけた。戦をするために。どうやってそれを突き止めた？自分でそう言った。俺は常に真実を大切にしてきた、エイボル。だがこれは、あまりにも重い真実だ。弟は立派に死んだか？戦士として死んだ、栄光のもとに。ならば望み通りか。アイバーが死んだことで平和と静かな日々が訪れる。それは確かだ。あいつとはいつか必ずバルハラで再会できると信じよう。互いに斧を掲げてな。そうだな。良くも悪くも自分を貫いて生きられたんだ。それ以上何を望める。あいつの生き様は矛盾してた。多くの行動は不可解で理解できなかったが、誰にも理解されない人間はいるものだ。あいつをちゃんと見送ってやらなきゃならん。火をかけるための船を用意しないとな。司教、アンハラド王妃に伝言を。王は計略によって殺され、それを行ったアイバーは命をもって罪を償ったと。ええ、できるだけすぐに。チェオウルフ王から知らせは。ひどく嘆いてることだろう。打ちひしがれたご様子でしたけれど、この州のことはすでに私が大衆になります。シロップシャーはあなたの友人にして味方であると誓いましょう。私のこの息が続く限り。ありがとう、司教。神のご加護を、エイボル。あなたの行き着く先がどこであれ。アイバーをバルハルに送り出すため、エイボルとウバーは最後のお仕事にかかる。弟よ、バルハラで栄光の日々を過ごすがいい。戦の申し子よ、燃え盛る春芽に乗り、歌われし栄光へと船出する時だ。皆者の風よ、戦を止めを伴い、かの王を英雄の館へと導く。アイバーは死んだ。そしてシロップシャーは味方となった。ランビーと話そう。シロップシャー編巻、竜の書。クエスト完了、王殺し。さあ、スキルポイント2をゲット。はい、以上、神庵でした。バイバイ。